皆さんこんにちは、ランダムです。今回はね、この車もうだいぶいろいろ天井からなんかいろいろできてきたんですけども、こうやっぱしね、娯楽が欲しいということで、こうテレビがつけたいなと思いました。でこのテレビはね、以前紹介したことのある16インチのテレビですね。消費電力もかなり少ないタイプではあります。で取り付けだとね、いろいろあるんですけども、この例えばあそこのヘッドレストに、まあ、こんな感じで取り付けてからそっちから見るのもありなんですけども、僕どっちか言ったらここに座って向こうに向かって料理がしたいんですよね。ですね、ここにつけたらね、テレビが見づらいと。 できるならばここの辺取り付けるんだったらこの辺に取り付けたいなと。で向きもこうやってね、好きにこうやって変えたいんで、この分を取り付けるのにこのモニターアーム買ってきました。これパソコンとかの分ですね。で中身はこんな感じで、ここにねモニターがついて、こうやって向きを変えたりとかできる分です。でこのモニターをでこの隙間にこんな感じで挟んだら、もう固定完了でから、ここにテレビするときはね、こう見えるなと、こう向きも変えれるんで、ここにちょっとちゃんと収納できるんでいいなと。で向こうから見るときにはこんな感じですね。取り付ければこれ外からもね見えるかなと思ったんですけども、こういかんせん斜めになっちゃったりとかしてからうまくいかない。でどうしようかなと思ってよくよく考えたら、ここにねすごい隙間があるんですよね、かなりの厚みので。同様にここの上の隙間もちゃんとある。なのでね、いろいろ考えた結果、ここに一つね板をはわして、で板をちょっとこうクッとはめるような格好で、こういった板をですね、こうこんな感じではめ込むような、ここに段差があって、この下にくぼみがあって、差し込んではめるような、こんな感じでね移動ができるということになるんで、この分にモニターもくっつけて移動可能で、外からも内からも見れるようなモニターにしようと思いました。でちなみにね、安くあげたいんで、これはちょっと家にあった木なんですけども、こういったものを使ってね、ちょっと今から取り付けていきたいと思います。でまずはね、ここの長さを測りましょう。何センチだろう、38センチですね。なのでね、この板を38センチのね長さに切りましょう。38センチ取れたのでね、カットします。よし、いい感じですね。でちょっとまずはね、はめてみましょう。あ、ぴったりですね。ちょっと短かった、いやいや大丈夫ですね。あれ、あら、これ見えますかね、ここの隙間なんですけども、こっちに来るに従ってからだんだんなくなってきてますね。そうか、そうなるんか。これね、上の隙間がね、一番こっちの状態だったら隙間ほとんどないんですけども、向こうにずらしたら結構空いちゃうんですよね。5ミリぐらいは空いてるんで、ちょっとびっくりしましたね。でもね、これ想定内なんで大丈夫です。でこの板をまあ向こうに固定しないといけないんですけども、この固定方法として僕が今回考えたのが、この金具ですね、 L 型のアングルですね、これをこの裏側にこうやってね、こんな感じでつけて、こうですね、ちょっとテープで仮止めしましょう。こんな感じですね。でこの段差の部分をここの隙間に入れるという作戦ですね。こうですね、こんな感じです。するともうこれで固定完了ですね。こっちへ行ってもこっちへ行ってもテレビがね移動できるという、だいぶ動きましたね。でこんな分でね大丈夫なのかと思うかもしれませんけども、これ窓自体が頭がこっちへ傾いてるんですかね、これで垂直なんですけども、少し向こうへ傾いてるんですよね。ですんでここの部分は向こうへ入ろうとして、ここの部分は向こうへ出ようとすると、その向こうへ出ようとする力をここの L 字の分で止めてるという格好ですね。だから勝手にこの分が外れて落ちるようなことはないと。ただしここがねずれて外れる場合が考えられるんで、ここをねちょっとこの厚みの部分だけ削って、もう少し中に入るようにしようかなと思ってます。多分できると思います。で今こうやって擦ったら、ここに筋がついてるんで、この筋の部分だけ掘っていきたいと思います。よし、いい感じにね溝が掘れました。幅もね深さも十分だと思います。つけてみましょう。こうですね、いい感じですね。しっかり固定できました。OK ですね。じゃあ今度はこの金具を固定しましょう。ネジのねガイドで釘を打っておきます。よいしょ。でここにねこの木ネジをね使って固定していきたいと思います。よいしょ。あ、すごい簡単に入った。はい、固定完了ですね。早かったです。こんな感じですね。ちょっとねポッチが出てますね。この分だけねちょっと嬉しくないですけども、仕方がないですね。
もっと入るかと思ったんですけども、まあいいでしょう、 OK ですね、納得できないけど。でこの分をねこういった感じで取り付けるようになるんですけども、この板がねもうそもそも論でこっちに傾いてるんで、こっちが入ってるだけこっちが傾いてるんで、これをつけてもねこうではなくてこういう感じじゃなくてこう下がっちゃいますね。これ仕方がないです。でここをねちょっとなんかワッシャーかなんかスペーサーで調整すればいいと思うんですけども、今はその辺のことは考えずに取り付けてね行ってみたいと思います。で固定にはねこのネジ買ってきましたんで、これを使いましょう。3個で100円ぐらいのねネジです。こんな感じですね、ちゃんと入るんでね、いいでしょう。ちょっとねネジ自体は小さいんですけども、まあ抜けてくるようなことはないんでね、これでいこうと思います。こっちも、まあ、ちっちゃいですけどもね、まあ、自由度が高い格好でいいでしょう。でドリルをねちょっとあるはずなんでドリル探してきます。あったと思ったんだけどもな、どこ行ったんだろう本当に。よし、穴開きました。であとはこれにねこれを固定しましょう。裏からネジを入れて、よしこんな感じで OK ですね、いいのができた、動きますからねこれで。じゃあねこれちょっとつけてみましょう。これをこうですね、 OK ですね、いい感じに固定できてます。よし、ちょっとここにねテレビつけてみましょう。その前にねこのテレビの裏にこの金具を取り付けます。でこれをね取り付けるのにはねネジがねいるんですけども、多分ねこの分のネジは C ですね、この分ですね。よし。で最後にねここにネジがあるんで、ここをネジを止めて完成ですね。はい、こんな感じでね取り付け完了できました。なかなかいい感じですね。でちゃんとねこう向きも角度も変えれますね。向こうに近づけるのはこんな感じですね。で離してみる場合にはこんな感じですね。でさらに外から見ようと思う場合にはこんな感じですね。これ外からでもねこれ見れるようになりました。すごいいい位置にあります。これでね、可変式というか移動可能なテレビが取り付けました。うまくできましたね。で、いい感じにはついてるんですけども、これちょっと1個だけ問題がありまして、これちょっとね、こうやって、こっち持ってきてたら、こう傾いて取れちゃうんですよね。重さで、自重で傾いて取れちゃうんで、ここですね、この金具が幅が狭かったみたいで、もっとね、この辺ぐらいまで、約言うならこの分の長さが倍ぐらい、この金具があったら、今みたいにね、こうなっても、倒れて外れたりしないんですけども、ちょっとこの金具が短かったらですね、これちょっとねおいおいまた日を改めてねこれちょっと変えたいと思います。でもこうやって見る分だったらもう全然問題なく見えるという格好ですね。で僕のね考えてるこのテレビの見方なんですけども、ここ背もたれを倒したらこんないい格好になるんですよね。でいつものマットレスをこんな感じで敷いて、ここにねこんな感じで座ってテレビが見れるというね、すごくいい位置になります。これ今ね目の位置の場所あるんですけども、こんな感じですね、最高の位置になります。自分の視点から見るとこんな感じですね、最高のねセッティングですね。でせっかくなんでねちょっとこれテレビつないでみましょう。で、でもちょっとここね今倉庫内なんでアンテナが入らないんで、ちょっと別なものを映してみたいと思います。エナーボックスを使って電源をつなげました。でこのままじゃね今後ろテレビアンテナつなげてないんで何も映りませんよね。なんですけどもここにですね HDMI ケーブルとこの謎のね黒い箱があります。でちょっとねこれをね今から後ろつなげてみたいと思います。でこれ何かと言いましたら、スマホのね画面をテレビの方に映すタイプ3を HDMI に変換するケーブルですね。でこれ対応しているスマホだったらここにつなげればすぐにねスマホの画面がそのままミラーリングできるという代物です。でちょっとやってみましょう。ここに挿します。画面がもう反応してますね。で、スマホがね立ち上がったんですけども、その画面がねもうまんまこっちに映ってるという格好ですね。ですんでこれ画面こうやってこうやったらもうそのまま連動して動くという、反応速度は相当速いですね。でこれ何ができるか言ったら、 YouTube を映すとこんな感じで YouTube が映ってきますね。ですんで自分のね動画をちょっと再生しますと、はい、こんな感じでねフルスクリーンになりました。残念なことにね一回りちょっと小さいですね。これフルスクリーンできないかな、できるかもしれないんですけども、ちょっと今あれですね。で音量ここでね調整できるんで、でかい画面でね見れるようになりました。こうね縁なしができませんかね、ちょっと見てみましょうかね。ねリモコンがあるんでね、リモコンで試してみたんですけども、ここに、ね、画面サイズっていうボタンがあったんで押してみるんですけど、こんな感じでね画面の端っこまで使ってくれないみたいですね。このテレビのね特性だと思います。これ実はねこの機械を使って家のテレビにつなげたらちゃんと縁なしてからもうフルスクリーンに出るんですけども、残念ですね、まあ仕方ないと思います。でもね
こんな感じでね、ここにね、持たれながらテレビが見れるんで、すごくいいですね、これ。で、僕考えてるのは、ここで料理をするんですね。助手席の後ろ側で料理をして、その料理をこうやって食べながらテレビを見る。で、もしくは、このテレビね、このままこっち持ってくれるんで、ですね、まあ料理をしながら動画も見れて、もちろんくつろぐ時にはこっちにも持ってこれて、といったような格好のね、ことができるテレビが完成しました。最高ですね。ただちょっと視野角がね、本当にこのテレビは悪いんで、真正面から見たらね、まだマシなんですけども、こう正面外れたらね、こんな感じで見えづらくなっちゃうんで、ちょっとこの点がね、このテレビ問題ですね。上とか下とかもね、視野が相当狭いんで、省電力でいいんですけども、ちょっとこの点だけね、問題かなと思います。でもね、いい感じできました。ライトもね、また場所考えましょう。で、このモニターね、最後にね、ちょっと一番いいのが、僕考えた部分があるんですけども、こんな感じですね。外にアウトドアチェアを置いて、で、車の後ろをね、テレビを見るっていう格好ですね。ちょっとね、ここ座ってみてみましょう。はい、こんな感じでね、今座ってます。テレビはね、あそこにあるんですけども、十分見れますね。ちょっと高いかなっていう感じありますね。ただね、その子供はチルトするんで、下側向いてくれるんで、問題ないですし、行儀悪いですけども、こうやって足を上げて、いいですね。雪かきをね、楽しんでる人もね、見えますね。いいですね、しっかり見えますね。これ今ね、16インチのテレビをつけてるんですけども、20インチのテレビでもいいかもしれませんね。ここで例えばですけども、料理を作って食べながらテレビ見るみたいなこともこれできますね。ただちょっとさすがに高いですね。首の角度がね、水平からこう上がっちゃうんで、ちょっとここはなんとかしたいところですね。下げる方法ないかな。これね、さすがにね、これはね、下げれないんでね、方法はちょっとないかもしれませんけども、これはこれでありっちゃあるんですね。これをね、固定と言っていいのかどうかあれなんですけども、まあ大体固定できてるって感じですね。考えた通りのね、ことにできてます。で、いい感じではあるんですけども、こうこんな感じとかやったりしたら、こう真横にしようとしたらね、これがほら危ない、ガタッとねずれてきちゃうんで、ここが一番の問題ですね。この金具をね、もう少し幅の広い 1.2 倍とか3倍あるものに変えないとちょっと危ないですね。ここは下はね、乗っかってるんで取れてくる感じはないんですけども、ただ木なんでね、木と鉄なんで滑りは悪いですね。で、こんな感じでね、縮めれるんで、ここがね、うまく本当は固定できれば、走行中もね、こんな感じで固定できるかなと思ったんですけども、ちょっと無理がありましたね。ですね、これ走行中はこんな感じで外して移動するのがいいですね。で、今回ね、使ったものなんですけども、このモニターアームが約ね、2400円ぐらいですね。ですね、値段はね、結構安いです。で、このね、スマホの画面をミラーリングする、この装置が2300円ですね。で、あと HDMI ケーブルが900円ぐらい。ですんで、1650円と2300円と900円で、足して約5000円ってところですかね。で、テレビを固定して、スマホの画面を映し出すことができました。どこかで出てる時もね、大画面で YouTube なり Netflix なり、この分、接続して見られるようになったんで、満足です。ちなみにね、このテレビは1万3000円ぐらいで、売ってる分で、以前ね、動画で紹介させてもらってるんで、リンクをね、多分この辺にちょっと貼ると思うんで、この辺のリンクからクリックしてちょっと見てやってください。興味がある方はぜひどうぞ。といった格好ですかね。ちなみにこの分ね、ガタガタやってたんで、この辺のね、塗装が剥げちゃいました。見えますかね。ですんで、この分ね、真似しようと思う方は真似してもいいかもしれませんけども、車にね、傷がつくこと前提でされてください。個人的には聞いてますけども、車大事にされてる方にはちょっとお勧めできないかなと思います。僕これ実験なんでね、こんな感じでいいかなと思いました。まあこんな感じですかね。はい、特にオチもなくセカンドチャンネルなんで締めさせてもらおうと思います。ということで、今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。